BGM 変えタイムに。あ、ちょっと BGM 変えさせてよ。俺もサンムーンで好きな BGM あるんだって。ムーンさん。どうもどうも。よろしくお願いいたします。強そうなパーチーですな、ムーンさん。あれ、ムクホークって珍しいんじゃないの？ちょっと。よし、これでいこう。ちょ、選出時間もうちょっとくれねえかな、これ。かも、相手が誰できてもこれでいこうみたいなの決めといた方がいいのかな。またポーズ被った。このポーズ流行ってんのかな？よしよし。では行きましょう。このポーズね、私も好き。ギルガルド。ほう。こっちがギルガルドなら、こっちは神剣だ。剣対剣。お互いのな、剣を、混じらせようや。これどうしよう、もう、いきなり脳死でハサミヒロチン行こっかの。いや、こっちの剣のが強いね。どうだろう、いきなりハサミギロチンっていうのはどうだろうか。まずかましてみるっていうのは。でもあの、なんだっけ、なんとかかんとかシールドみたいなやつって、どうだろう、ヒゲちゃんは剣を押してるけど。なんとかかんとかシールドって防げるんだっけ、ハサミギロチンでも。それだったらまあなんか、しょぼいよな。どうしよっかな、でも、まあ一回ちょっとかましてみるか。一回俺はこういう怖いことするぞって。俺、あ、効果がない。効果がないってどういうこと？間にゴーストタイプかなんか。なの。マジかよ。また一つ学んでしまった。っていうことは俺あれじゃん。何にもできないじゃん。リスナーが結託して教えてあげないっすか。マジか、意地悪されてたのか。悲しい。まあ、そりゃこうなるわな。完全にこう、つゆと消えたんだが。うわ、これどうしようか、もう。カプコケコでも倒せないだろうしな。ちょっとギルガルドは鋼ゴーストってのを覚えないと。影打ちって先生になるんだっけ？影打ち、でも先生同士だとどっちが上、あれなんの？先生同士だとじゃんけん。じゃあちょっとやってみるか。あ、じゃんけん負けた。爪も出なかった。お、耐える耐える。偉いぞ。で、次も影打ちだと、ん？なんだあれ？弱点保険。なんか変なの出た。で、次もじゃんけんでしょ。次俺にくれ。ん？なんか、なんじゃいなんじゃい。はぁ、あ。相手のこの行動には何の意味があるの？この、ここで身を守ることで。あ、攻撃ガクッと下がるんだ。はい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 。なるほど。え、じゃあ俺もそれやっといた方がよかったのか。ダメだ。なんだろうな、相手のふんどしで戦おうってするのが間違いなのかもしれない。これってもしかしたら。メタモン使うには、いろんなポケモンのいろんな戦い方を分かんないとできないのでは。リスナーが全くアドバイスしてくれなくて草。うちの視聴者は、ポケモンあんま詳しくないのじゃ。それは放送主に似てる。そうそう。だってあれだからね。意地悪じゃなくて、本当にギルガルドにゴースト入ってんの知らなかっただけだからね。ほとんどの人は。もちろん意地悪で教えてない人もいたと思うけど、本当に知らなかっただけの人、だからね、8割は。
ムクホークまで、ヒゲちゃんすまん、ムクホークまでは見せてあげられなそうだ。今一つばっかりだよな。どうしようもねえな。一応勝ち筋残すんだったら絶対ここで Z パワー切るわけにいかないし。一応最後までね、最後まで頑張らないといけない。これは。俺はな。最後まで勝ち筋を切っては次に繋がらないから。なんかこう、相手がさ、こう、たかし、お風呂よー、みたいな感じで、こう、切断してくれるかもしんないし。わあ、ガラガラだ。ガラガラってあれでしょ？平井心で電気効かないやつでしょ？俺、終わってねえか？これ、もうほぼ終わりと言っていいよな。ほぼ。でもまあ、戦うか。俺は最後まで諦めないよ。彼がお風呂の時間で、呼ばれることを信じてな。ダメだったか。たかしお風呂用に間に合わなかったか。水ね、水技はないんだよな。いや、向く方か見せてあげたかったけど。すまねえ。もうギルガルド一匹に完敗だった。俺ギルガルドの情報があまりにもなさすぎる。惜しかったね。天文学的な感じで考えれば惜しかったですね。あ、ハウ君の BGM しよう。お、ちょっと強いやつじゃねえか。1600ぐらいあるぞ。ガラガラってでも電気効かないんじゃないの？どっちにしてせよ。あれ？なんか平石みたいななんか特性で効かないやつじゃなかったっけ？どうだったっけ？てか、ガブリアス 100% 入ってねえ、なんか。100ガブリアス入ってねえか。ハイリュウとハッサムのダンスさせる。マジか、ダンスすんのか、あいつら。汚いやつらめ。てか、選手たちがマジで、これ、少なくらいちょっと、シーズン2からちょっと、あと30秒増えないですかね。お、ガングロ。あ、か、爪痕疲れたメタモンでコピれば。そっか、メタモンってそういうとこもコピれるんだな。ガングロ、これは遊び慣れしてますね。コケコか。コケコでなんか、わしに有利技あるかな？どうなんだろう。コケコって。有利だと思うんすけどね、基本的には。効果抜群ないけど。でもないけど、まあ、等倍なら普通に、いいよな。ちょっと待って、いや、ここ、ギロチル？ここもギロチルで良いのかい？あ、さすがに大丈夫？じゃあ、リーフブレードで。お、マジで殺しに来た。なんだ、何これ何これ。今のポーズ何？俺知らねえんだけど。カプゼットか。もしかして、噂の、違う？あ、違うやつだな。なんだこれ。なにこれなにこれ。初めて見るこれ。かっこいい。俺もこれ使いたい。うおー、わー、耐えた。よかったね。うわ、倒せなかった。はい、これどうしよっかね。このぐらいだったら落とせるもんね、相手、多分。うわ、これ難しいね。あ、でも、マッシュブーンは受けれない。から、いや、ギロチンかどうかわからない。ギロチンが当たる前提で話を進めるんじゃないよ。あ、わかんない。ちょっと、わかんないからメダモに変えてみるわ。この後、神剣は死ぬことは確かだから。電気技打ってこないとは思うんだけど。
何打ってくるんだろう、相手この場面で。あ、オウム返し、やった。これは儲け。なるほど、オウム返しって、レートで採用されるんだ。はえー。知らなんだ。知らなんだけど、俺もここで何すんねんって話だけど。あ、相手の方が早い。やっべ。まあ、いっか。どっちにしろ反動受けてだけだからな。一緒か。エレキフィールドって、こっちのもんっていうか、エレキフィールドって、どっちのもんとかいう概念なの？みんなのものじゃないの、エレキフィールドって。え、俺のエレキフィールドのなんかこう、考えが間違ってたかもしんない。共有財産だと思ってた。トイレかな。あ、なるほどね。こっちのもんにできるっていうのは、分かった分かった。ごめん、ニュアンスはすごい伝わった。ハッサムか。このメガハッサムってやつかい？ひょー、どうしよっかな。てか、こいつなんか反動技しか持ってないな。勝てる？これ。これ何が安定行動？マッシブーンで受け、あー、なるほど。確かに変えんのありかもしんない。そのためのマッシブーン。ただマッシブーンの必殺技は毒毒が入んないんだよな。やつ鋼だから。あって、あって。変えちゃったよ。おっさん変えちゃったよ。剣の前積まれちゃったよ。自信かな。元気出してください。大丈夫、俺はまだ元気元気。あ、引っ込められた。何何何持ってくる。海流はダメですよ。うわぁ、バレバレ中骨か。うわ、これどうしよう。飛行技持ってんのかな、やつは。飛行技持ってないんだとしたら、持ってる？え、これやばい？飛行技持ってないだろ、俺、毒毒の一つでも入れてやろうかなって。激凛地震、竜舞、雷パンチ。ちょっと効果抜群はなくない？毒毒の一つぐらい撃てない？ちょっとやってみるか。まあ、なんでも、トライだな、まずは。あ、回れた。ちょっと、当たってくれ。頼む。これ当たんなかったら結構やばい。効果抜群は。てか、俺、冷凍パンチ持ってりゃよかったな。本当に、たらればで申し訳ねえけど。で、こっから俺やることがないんだよな。飛びかかるか？飛びかかるで、まあ、あんま効かないと思うけど、攻撃は下げれるから。あ、炎のパンチ持ってんだ。ええー、すごいね。賢い。言うほど効いてないけど。俺の逆に結構効いた。あ、急所か。オッケーオッケーオッケー。これで羽休めでもう耐えてりゃいいんじゃないの。これ。次、羽休めでいいでしょ。マッシュブン硬いね。こんなに無駄に筋肉ついてそれは硬いわなっていう。ちょっともう長期戦でいくわ、長期戦で。最後、激凛どんなもん。頑張れ、耐えてる。おーしよし、ボディービルダー。ナイスボディービルダー。あとはこれ耐える。相手が動いてくるのを待つ。完全に羽休めは安定行動でしょ。これ、大丈夫か？乱数とかで落ちねえか？おしよしよし。よし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 。
こっちが悪役にしか、確かにな。向こうが正義みたいな面してるけど。違う。正義なんてな、立場によっていくらでも変わるから。で、まあ、相手は捨ててくるかな、これは。こっから交代して海流守るってことはあんましないような気がするんですよね。海流もな、本当は使いたかったんだよ。俺はな、なんとか、次やるときまでは最強の海流を作ってくるから。こなしてる。お、自爆か？あ、羽休め打ちたかったな、むしろ。むしろそれだったら羽休め打ちたかったんだけど。しな、あ、打てるのか。すまん、にわかをさらした完全な。羽休めできるんだ、相手死んでも。ハッサム。で、そう、このハッサムどうしようって話なんだよな、実際。このハッサム。あ、地震でいいか、地震で。普通に。メガ進化したら飛行入るとかないよね。5分以内に、もう、最悪もう課金して延長します。戦い中に延長が必要になったら。うわ、効かねえな。でもまあ、地震連打しかないよね、正直。お、ここでメガ進化してくるんだ。あれじゃ、ホッチキスマンになるだけでしょ。なるだけって言うとあれだけど。これは、何がどう、あれになるんだい。このメガ進化したら。やっぱゴツゴツメット欲しいな。光の粉何の意味もねえや。光の粉効いてんなってタイミングがねえわ。コツメだったらもっとなんか、爆アドだったんだけどな。お、なんか俺が先生になった。素早さ一緒なの？あ、てか、メガなんちゃらが遅いのか。もしかしたら。いや、これ長期戦になるぞ、これ。もしかしたらだけど。これやばいぞ、もしかしたら。これ、どうしよう。もう次は実施しかないよな。相手跳ねやすい、剣まで突破できる。ああ、じゃあそうなるとわしどうしようもないですね。逆に飛びかかるとか、一回どっかに挟むしかないよね、それって。飛びかかる、もうちょっと挟んどくか、じゃあ早めに。効かないね。わーつ、できた。俺、どうしようか。これ。いざと、マッシブーンがやられた神剣でロマンかけるか、メタモン。だから別に大丈夫だな、俺。うん、大丈夫、大丈夫。勝ち筋は残ってる、残ってる。ちょっとあれだ、もう。延長しよう、もう。延長しまーす。うん、大丈夫、大丈夫。運ゲーだから。運ゲーなら残るから、勝ち筋が。逆に最初から俺はもう、運しかない。勝ち筋が、鼻から。うっとしい、もう。なんかな、トンボ的なものがあったら、よかったのかもな。俺も飛びかかる使うか。どうしよう。次あたりで俺も羽休めした方がいいかな。早め早めにやっとくか。これでね、相手にめんどくさい印象をまず与える。
それによってこう、諦めてサレンダーカードを出すかもしれないから。いや、マッシブンは可愛いね。こんなに筋肉がついてるんだよ。相手考えてるよ。あ、こいつめんどくさいやつだな、みたいな。こんな人と戦いたくないな、って今考えてる。ただ俺は絶対諦めんぞ。考えてる相手。レート1489のやつに、降参とかしたくないな、って。これ耐え、あ、結構効いてんな、ちょっと。結構やべえな。ちょっと待って。あ、わかんねえ。わかんないときも羽休めしとこう。次はちょっと相手の数字ちゃんと見とこう。HP がいくつ減るかって。毒対毒のお互いの耐久戦。確かにそれめんどくさそう。相手も考えてんだよな。やっぱりだから相手もなんかこう、どの対面でどれ打とうみたいな。今196あって、91まで行っちゃうから、105食らってんだよね。だ攻撃力下げたら、1回は耐えれるけど2回は耐えれないから、こう羽休め打つしかないんだな、結局。うお、危ね。乱数で死ぬとこだった。相手も放送しながら、リスナーの意見聞いてね。マジか。だとすると、こっちが、不利なのかも。知れない。いやいや、大丈夫です。僕は最終的に運ゲーで勝つんで。ここで羽休め打つ。もう、ただ羽休め使っとくかなんかも。ゴツゴツメットだったら、よかったんだよな。ほんと、ゴツゴツメット、次まで取っとくわ、ほんと、絶対。相手の家が爆発すること祈ることしかない。うん、それは俺も、微妙に後味が悪いから、回線が切れるぐらいでいいわ。ブレーカーが落ちるとかさ。家が爆発するのはさすがにちょっと罪悪感が残りすぎる。キロチン。確かにマッシブにもそういうのあったらな。地割れとかな。ほら、いくら剣の前でやっても、俺には飛びかかるがあるんだぞ。飛びかかったらお前の剣の前なんか。マッスルギロチン。かっけえ。マッスルギロチン使いてえな。効果ハサミギロチンと一緒でいいから。ただし格闘タイプにしといてほしいな。ただまあどうせゴーストに効かないけど。でもそう、俺マシブン落とされたらどうせさ、あれなんだよね、ハサミギロチンでやるか、メタモンの2分1で勝つか。でもメタモンの2分1でもさ、結局あれなんだよな。はい、初見さんどうも。今ものすごい世紀の泥試合やってます。アントニオ猪木 VS モハメドアリみたいな、そういう泥試合やってます。あ、そうか、剣の前の上昇の部分が、そうか。あれ2段階か。こっち1段階だもんな。で、その分 HP も減らしてるからさ。まあなんか、あれじゃない？なんか、良さげじゃない？良さげでもないか。あ、てかこれ落ちないよな。これで落ちたら、何百回ここで粘ってくれて、マッシブーン君が死んでしまった。うわ、どうしよう。どっちが安定だろうな、安定行動としては。ギロチン？メタモンの安定などはないね。うん、そう。ごめん、俺の言い方が間違った。安定はない。
メタモに変えたとかそうなんだ。相手を落とせる技があるかどうかっていう、あれなんだよね。相手に。これギロチンが当たるかどうかだな、結局も。ギロチンゲームになりました。頼む！当たってくれ！あ、てかバレットパンチで落ちるんじゃないか。大丈夫？ちょっと、つるぎくん！あーっていうか落ちるんか。そっか、つるぎの前積んでるもんね。そっか、38ぐらいだったら、防御もうちょっと振っときゃよかったかな。逆に奴が最後じゃなくてよかった。全部今一つ。もう一回剣の前積んだ方がいいかな。それともどうだろう。これどっちだ？相手羽休め使ってくるかな。打ち合った方がいい？もう殴り合っちゃった方がいいかな。話が早いかな。攻撃してみるかも。お、結構入る。お、これででも、どっちだ。これであとじゃんけんじゃない？次じゃんけんじゃない？次のじゃんけん勝てば勝つ。俺は。頼む。お願いします。よろしくお願いします。お願いお願い。勝たしてくれ。相手も考えてる。あー、やられた。うわあ、負けた。最後のじゃんけんが、いや、先生の爪意外と発動しないね。いや、惜しかった。いや、でも、いい勝負でしたよ。うん、あと少し、俺に足りないものが分かったよ。ゴツゴツメットだ。俺に足りないもの、それはゴツゴツメットだ。ゴツゴツメットの分の削りがあれば、マッシュブーンで奴を落とせた。いや、それマッシュブーン良かったですね。